はい、諸君こんばんはです。中学3年生の理科でございますね。はい、よろしくお願いします。今日はですね、光の話をちょっとしておこうかなって思います。全てではないんですが、ちょっと光は作図なんかもあってね、結構大変なんだけど、嫌いだよっていう人多いと思うんですよね。で、ここをできる限り分かりやすくちょっと説明したいなというふうには今日は思っております。まずは光の反射というのが言葉としてね、聞いたことがあると思います。これは鏡に当たって光がこう入ってきます、反射して出ていきます、こういうような流れであります。で、垂線を下ろして、ここの角度が入射角と言います。入射角がここで言うとこの青いところの角度ですね、これが入射角。そしてこのピンクの方の角度、これが反射角。そして、反射の法則と言いまして、入射角と反射角の大きさは同じ。例えばここが40度であったら反射角も40度ですよ。まあこんなような形なんですね。それで例えばですね、鏡がここにあって、B 点から人が見てたと、 A 点の、映った像を見たいと、見てた、どうやって反射してきますかっていう、作図しなさいっていう、こんな問題が出たとしたら、まずここに鏡の反対側に A 点と同じ距離をとって対称な A' という点を取ってやってください。垂線を下ろして等距離を取ります。で、 A' というのを取ってやってください。そしたら A' と見ているところの目の位置である B、こいつを結んであげるんですね。 A' と B を結んであげます。この結んだところでぶつかったこの鏡のここの点、これが反射したところの点という作図になります。ですから A とその点を結んで A から入ってきた光がここで反射して B の目に入ってくるよ、見えるようになるよ、まあ、B から見た人はここにあるように見えてるんだけどね、鏡を通してね、というような流れになります。ここからまず垂線を下ろして、対称な点 A' を置いてください。そしてその A' と B を結ぶんだね。そしてこの点、鏡とぶつかった点が反射した点ですよ、という作図で完成です。はい、そしたら今度はもうちょっと分かりにくい光の屈折、光は水の中に入ったりガラスの中に入ったりした時に直進するのではなくて今度は曲がっていくのよ。それを屈折って言うんですね。そして入園出勤で覚えてくださいよって僕はいつも教えているんです。それはどういうことかというのを説明しますね。まず入ってきた光です。これが青の点線が直進なんだけど、実はガラスに入ってくるとここの緑の進行方向の境界の線、境界面とかっても言うんだけど、そこよりも遠ざかっていくんですね。こっち側に遠ざかっていくんです。直進よりも遠ざかっていくんです。そして出ていくときは、出ていく光の直進はこの青い線なんだけど、それよりも今度はこっち側に逆に近づいていくんですね、この進行方向の線に対して。で、入ってくるときには遠ざかって出るときには近づくから、入園出勤で覚えていこうねっていうふうに教えてるんです。で、この最初に入ってきた光の方向と出ていく光が平行線になって出ていくんだよ、こういうことなんですね。入ってきます、入園です、出勤です、こんな形ですね。じゃあそれを入射角反射角の、形で見たらどうなりますか。ごめんなさい、入射角屈折角の関係で言ったらどうなりますかっていうので、まず入ってくるとき、これが垂線立ち上げて、これが入射角になります。そして青いここで塗りつぶした角、これが屈折角になるんですね。
だから入ってくるときは入射角の方が大きくて屈折角の方がちっちゃいんです。入射角の方が大きくて屈折角の方がちっちゃいんですね。こんなのを聞かれる場合があります。そして出ていくときはこっちが入射角、青く塗った方が入射角で、出ていったここの部分が屈折角だから出ていったときは屈折角の方が明らかに大きくなっていくんだよ。問題としてはこんな形で出てきますね。ただ感覚として入園出勤っていう形で感覚で肌で覚えていくととってもね、なんというかな身につくという形になるので、ぜひこの入園出勤作図ができちゃえばもうどっちの角が大きいかすぐわかるから、そんな形で進めてみてくださいね。はい、それでは最後に凸レンズによる実像と虚像の、この像の作図の仕方を一回確認をしていきたいと思います。まずは実像でありますね。 F と書いたのは両サイドにあるこの凸レンズのフォーカス、焦点でありますね。焦点より左側に光源を置いたときに軸に平行な線をまず伸ばしてあげてください。そしてその線は軸に平行に来た線は光は反対側の焦点を通るので、その焦点と結んで延長させてください。そして、頭から出てレンズの中心を通る光はそのまま直進させます。ぶつかったところが実像の頭のてっぺん、これ倒立の実像、逆向き上下左右がね、そんな形になるんです。そしてこの下も見てください。今度は焦点よりも焦点に近づけるんですね。もうちょっと近づけました、光源を。そしたらどうなるかっていうと同じ作図をするんだよ。軸に平行な直線引きます。その直線は反対側の焦点を通って直進していきます。そしてレンズの中心を通った光はそのまま直進をしていきます。大きな実像ができることが分かったでしょうか。つまり焦点側にこれを近づけると近づけるとこちら側は大きな像ができます。反対側にこれよりも遠ざけたとこの上を考えてみてください。するとこっちから近づいていっちゃってちっちゃな像ができますよ。でさらに焦点距離の2倍の位置に置くと同じ大きさの実像ができるということも理解しておいてね。焦点距離の2倍の長さのところね、焦点距離の2倍ですね、ここに置くと等しい大きさの実像ができるんですよというね、これも一つ頭に入れてください。さあ最後に虚像です。途中まで作図をしました。フォーカス、焦点よりも内側に光源を入れてしまうと像ができないんですね。書き方はさっきと一緒です。まず、平行線、軸に平行な光は焦点を通っていきます。中心を通る光はそのまま直進します。ですが広がっていってしまって像を結びません。ですから逆側に像を結んであげるんですね。このまま逆側に点線で伸ばしてやってください。伸ばしてやってください。逆側に点線で伸ばしてあげます。するとこんなところに虚像を作図することができます。虚像はレンズのこちら側から見て大きく拡大された像として見えるんですね。ルーペで見たような像でありますね。はい、そんな具合でございます。皆さん、ぜひ、全てをやったわけじゃないんですが、ここをしっかり押さえておくと光がうん、なるほどね、分かってきたと見えると思います。で、そしてもう一つちょっと言っておこうかな。最後にサービスでね、ここにね、もしですね、よく鉛筆の話が出てくるじゃないですか。鉛筆があって、下の軸をガラスを通して見たときはどっち側かにブレて見えますよっていうやつです。この鉛筆の光が入ってきます、ね、そしてこれが入園出勤で目の方にここに目があって見てるとしましょうね。すると目の方は光がここに直進でやってきたとこう錯覚しているわけなので、像としては実際には
この左側にあるように見えるんだよ。こんなような形なんだね。ですから鉛筆があって軸、軸っていうのは鉛筆の軸ですね。それがガラス越しに見えた軸は左側に、実際のあるものより左側に見えるんだよ。こんなような、仕組みで、成り立っております。はい、それではまたまた頑張っていきましょう。では頑張ってこれ。